コーデのポイントはちょっとやんちゃっぽいじゃないですか、オーバーオールって。だけどちょっと大人っぽくしたかったので、こうさらっとした生地のパワーショルダーで、そういうトップスと、なんかこうトップスだけ見るとすごくちょっと大人っぽいんですけど、オーバーオールと組み合わせることでちょっとミックス感が出るかなと思って組み合わせてみました。そしてこれ買ったけどね、ずっと履いてなかった靴を合わせてみました。めっちゃ軽いんですこれ。ちょっと自分の中で難しいなと思った靴ではあったんですけど、意外とあったみたいな。ネックレスはちょっと透け感のあるハートを持ってきました。履き心地ですか？これ私ね、めちゃくちゃ身長が低いので、わあ長いどうしようと思ってめっちゃ大きく折ってみたら、え可愛くないみたいな。こういう着方もありですよね。ちっちゃいからカットしちゃうってこともあるんですけど、こう折り曲げて着るっていうのもすごいいいなと思って。で私は割とこう結構キューって上げて着てるので、もうこのオーバーオールって下げてきても表情が変わったりするので、すごく着方によって表情も変わるから、バリエーションがすごいあっていいなと思いました。コーデのポイントはちょっと丈が私は長かったので、ちょっとヒールを履いています。でカットオフしてくださってるので、なんかカジュアルに着れるなと思って、なんか後ろってきれいめなイメージがあるので、ちょっとカジュアルに着れる感じのこのデニムを選ばせていただいたんですけど、形がめっちゃ綺麗で何でも合うからこそ迷いました、何に合わせるか。でこれ着てみたいと思ったこのジャケットを着てみたんですけど、それにとちょっと微素材のトップスを持ってきて、なんとこれノウハウさんとスローのコラボのアクセサリーを買ったので、それを合わせてみました。ちょっとこれ2つ付いてるんですけど、それを逆にこっちを外してそこら辺もこだわってみました。グリーンが入ってるかなと思ったんです、素材のこの糸の感じが。入ってないかもしれないんですけど、グリーンに合う色だなと思ってちょっとグリーンの要素を2つ入れてみました。こんな感じになりました。で本当はこうベルトがついてるものなんですけど、ベルト外して着てます、はい、そうですね。最初の方にも言ったんですけど、めっちゃ何でも合うなと思いました。普通に T シャツとかでも合うし、ロック T とかにも合わせても絶対可愛いなと思って、夏に絶対大活躍するなと思ったデニムですね。欲しいはい、そんな感じです。ちょっとブラックコーデにしたくって、黒でブラックで揃えてみたんですけど、ちょっとねちょっとショート丈だからちょっとチラッと見えるんですけど、中はあえてベージュのインナーにしてます。だから透けてるみたいな感じになってる、まあ、透けてはいるんですけど、そういうなんかこうセクシーさっていうのもデニムだからこそできることかなと思って、はい、とあとピンクを入れてます。このなんかピンクってふわっと可愛いみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、ブラックコーデに入れるとなんかこうポイントとしていいなと思って、あとはごく大ぶりなイヤリングを入れてます。黒だからできることだと思うんですよね、それって。ちょっとあこれやってみようかなってこともできたコーディネートになりました。あこれ意外といけんじゃんみたいな感じで、はい、出来上がったコーディネートです。実はねここも透けてるんですそう、透け透け、意外とこっちも透けててこっちも透けてるみたいな、だけどなんかまとまってませんみたいな感じ。そして履き心地は、私この形すごい大好きでした。履いてみて、うわやっぱ可愛いと思って、なんか男の子っぽくもあるんですけど、ウエストをちゃんとキュッとしてくれてるので女性らしく見える、意外となのかなと思って。相変わらずロールアップはしてるんですけど、それもなんか可愛いなと思って。どうですか？あ、基準ですか？どうだろう、なんだろうな。まずはでもインスピレーションが大事だと思うんですよ。あ、好きっていう、その好きっていう感覚っていうのを私は大事にしてて、でそこから履いてみて、あ、やっぱ可愛いじゃんみたいな、これちょっと違ったなでもいいと思うんですよ。だから一番最初にどう思うかだと思うんですよ。だからその自分がウキウキしてる、ワクワクしてるっていうのをちょっと素直に受け止めることが一番大事かなってって思うと、大体可愛いんですよ。履いてみたらやっぱり可愛いじゃんみたいな。まあサイズっていうのはあるんですけど、だけどサイズさえあったらやっぱり可愛いっていう風になるので、そこが私の基準になっています。
みなさんこんにちは、フェイキの滝です。今日は自分らしさのコーデしまして、私デニムが大好きから今日のメインポイントがデニムです。このデニムはね、オレンジはちょっとついてるから、オレンジちょっとついてる、ちょうどオレンジトップもあったから一緒に合わせてみてやってて、あとこのデニムがローウェイストでもないしハイウェイストでもないし、ちょうどいい場所にいます。だからもう全部動けるし、なんかいい感じ、ウェイスト細く見えるから、ぜひ皆さんやってみてください。バイバイ。今日は2パターン目です。今日の服は意外とちょっとカントリーっぽいな服ですけど、なんかポイントが本当にこのズボン、毎回ズボン大好きだから本当に滝はと、このズボンはねちょっとピンク入ってるし可愛いし、ちょっとだけピンク大好きだからちょっとだけあるって嬉しいです。あとローウェイストもさ、めちゃくちゃ最近気に入ってるから、もうなんかさちょっとセクシー感があります。ローウェイスト、ハラ、ぜひ皆さんやってみてください。よろしくお願いします。バイバイ。茶色ベースの服着てます。今日はね本当になんか落ち着いてる、ちょっとボーイッシュ感の服使ってます。ズボンもちょっと大きめと、アウターシャツも大きめでやって、今日のポイントが、私ねアクセ大好きですよ。これ最近もらってるし、いつも1個だけしかしないし、だけど2個やったら可愛いなってみんな言ってくれてたから、今日は2個目に、あ2個目2個つけました。どうですか皆さん。とこれもタキ書いてるからめちゃくちゃ可愛いです。バイバイ。今日の撮影の最後の組み合わせです。っていうことは本当に私一番めちゃくちゃ気になってるは、気に入ってるの、気になってるじゃん、気に入ってるのはこのズボン、白ズボン。本当に背ちっちゃいですよ、150センチですけど、今日はヒール履いてめちゃくちゃ足長く見えます。あとね下ねレースなの、デニムとレースの組み合わせ見たことないから、本当になんかおしゃれの女の子な感じです。本当に皆さんチェックしてみてください。可愛いし、もう本当に背高く見えるって大事ですよ、デニムで。なんかさ、たまにデニムとか最近私も気づいて、もうこの春でいろいろなデニム試したいなって思っちゃって、意外とスリムとめちゃくちゃワイドのズボンも好きし、フレアとかそういうなんだっけ、もうちょっとキュートしてるだけど下がこうなるズボンがフレアですけど、もうちょっとそういうズボンやってみたいなって思っちゃって、もうちょっと色とか、意外とブルーと白と黒だけしか使わないタイプですけど、オレンジとか赤とかブルーとか青とか、そういうズボン使ったらいいなって思ってる、そういうチャレンジやってみたいだと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。オーバーサイズのGジャンに合わせて、下はちょっとタイトめなんですけど、裾がフレアになってるので全体的なバランスを取りやすいように組んでます。あとは後ろのバックプリントがポイントなので、他の小物はシンプルだけどカジュアルになりすぎず、ブーツとパールっぽいのをつけてバランスを取りました。はい、デニムの履き心地がすごい良くて、パンパタケですごいスタイル悪く見えるパンツが多いんですけど、なんかこれはちょっとハイウエストだし、なんかすごい形が綺麗で、横から見ても後ろから見てもすごいスタイルよく見えるのでお気に入りです。このコーデのポイントは、全身白くまとめたんですけど、なんかインしたり、あとはちょっと緩めで着崩したり、あとちょっとメガネで外したり、まとまりすぎずちょっとラフな感じも入れつつ組みました。でシャツが結構なんか肩が落ちたり緩めなので、しっかりハイウエストでインすることでスタイルアップを図っております。でいつもデニムを選ぶポイントは、着を絶対するんですけど、サイズ感、ウエストがちょっと緩いと、こうデニムじゃないやベルトで留めても結構こうクシャッとなっちゃうんで、ウエストのサイズ感と、あとは丈を結構ブーツで合わせることが多いので、
パン畑というかちょっと短めを選ぶことが多いです。こんにちは、スタイリストのさやまみです。1着目はラグアジェムのワイドデニムパンツを着ました。私身長167センチあるんですが、丈が長くてウエストもハイウエストでとても履きやすくて、ちょっとお腹周りはあんまり自信がないんですけど、これは結構すっぽり入るのでとてもお気に入りです。コーディネートのポイントはやっぱりデニムはカジュアルときちんと感のバランスをミックスしてきるのが好きなので、今日はシャツとショートジャケット合わせてシンプルに着てみました。2着目はガウジのコイルの、フレアのデニムも入っています。これもすごくハイウエストで丈も長めで、コイルもとても上品に着れるのでお気に入りです。やっぱりテーラード、女性が着るテーラードジャケットとシャツの組み合わせがやっぱり好きなので、カーキとタイダーでちょっと重ね着してみました。はい、3着目はガウジのストレートジーンズを履いています。この、ブラックでもなくと色落ちしたグレーの色合いがすっごく合わせやすくて、いいなと思っています。デニムを選ぶ基準は、私は身長に対してそんなに足が長い方じゃないので、丈がいつも中途半端な丈になっちゃうと足が余計短くなっちゃうので、いやいや長めをいつも選ぶようにしています。コーディネートはまたテーラードジャケットとシャツ合わせのいろいろレイヤードをしてみました。でキャップをかぶってるんだけど、足は、ちょっとドレスシューズみたいな感じでテイストをいろいろミックスしてみました。春らしい色のジャケットを合わせて春を意識しました。スリットのあるデザインとサンダルを合わせて女性らしさもより意識してます。でプリントのデザインのある T シャツを合わせてちょっと遊びをプラスしています。今回はヒッピーとかセブンティーズをイメージしてコーディネートしました。で履き心地のいいデニムと着心地のいいトップスを合わせてよりリラックスしたコーディネートを作ってみました。でトップスは、後ろのデザインがすごい可愛かったので、後ろから見てもちょっと女性らしさもあって可愛いかなと思います。でデニムもフレアなので足長効果がちょっと期待できそうかなと思います。でデニムを選ぶポイントは、デニムはいろんな種類が好きなので、やっぱり履き心地とか足長効果とかどんな靴に合わせようかなっていうのを楽しめそうなデニムが好きです。インディゴの深い色味と民族調のシルバーのアクセサリーを合わせてクールでシャープな雰囲気にしています。でデニムオンデニムで揃えてるんですけども、別々に着ても可愛いお洋服だなって思っています。